滝沢秀明の新グループ D パルス登場覆面戦略の真相と無名メンバーの招待に迫るナンバーアンダーラインアイの後継者は誰滝沢秀明率いる D パルスの台頭に注目集まる2023年6月13日エンターテインメント業界に大きな波紋を投げかけたのは滝沢秀明氏が率いるとべか新たに発表したグループ ののメンバー6人の姿だった滝沢氏はこれまで数々のアイドルグループを成功させてきた実績を持ちそのエンターテインメント会社トベックは新たな挑戦としてこの若きグループを世に送り出したしかし D パルスのデビューは単なる新グループの発表とは一線を画し覆面戦略と呼ばれる独特な手法を用いたことが注目を集めた この覆面戦略とはグループのメンバーの顔や詳細なプロフィールを最初は公表せずミステリアスな演出を施すというものでメンバーが帽子を深くかぶりその素顔を隠していた D パルスは高野日で進む15星系斗14高田哀れ15中澤ん、14近藤大海17横田大河14の6人で構成されており 彼らの若さとフレッシュさが一つの魅力となっているが、この戦略は賛否両論を巻き起こした。SNS 上では、誰か知らんし誰でもいいけど、顔隠して、さあ誰でしょって演出ださかった。だって顔出ししたところで知らん人やもんという声や、なんか、無名の人らを顔隠して引っ張って発表したのなんでなんかな、隠すぐらいやからそこそこ有名な人がおると思ったのに残念すぎる。 という批判的な意見も少なくなかった。しかし、この覆面戦略には一つの狙いがあった。それは、話題性を高め、SNS での拡散を促進することだ。滝沢氏の古巣である旧ジャニーズ事務所でも、似たような戦略が取られたことがある。例えば、ヘイテス・セー・ジャンプが2020年10月12日に、ハニー・ビー・シン・リバード・ジョン・ダーリン、 という3組の覆面グループとして YouTube に PV を公開し、ネット上で大きな話題を呼んだことがある。この時も、最初は誰がメンバーであるかを隠し、その後に正体が明らかになることで大きな注目を集めた。結果として、楽曲「狼青年」の PV は約1ヶ月で500万回以上再生されるなど、戦略的な成功を収めたのだ。さらに 嵐の桜井翔が主演した連続ドラマ大病院選挙とその続編新空港選挙では武装集団が仮面とボイスチェンジャーを使いキャストを秘密にする手法が取られたこのような演出も SNS 上での考察を盛り上げ多くの視聴者の興味を引きつけることに成功したしかし D パルスの場合全員が一般的な知名度がないため誰よ といいうう反応が出てしまうのも無理はないこの点で「平日性ジャンプ」や「選挙」のケースとは異なり覆面を取った際のインパクトは少なかったかもしれないそれでも話題性を生むといいう目的は達成されている現状の戸ベはナンバーアンダーライン・アイというグループの驚異的な人気によって支えられているが滝沢氏はこの利益を留保することなく他のタレントを成長させ 売り出すためにに積極的に投資を行っているウィンクファーストというグループが結成時点で平均年齢11.6歳という若さで注目を集めたようにトベノトレーニー研修生はまだ若く多くの可能性を秘めている滝沢氏はインタビューでトベノ未来像について日本はもちろんグローバルに通用するアーティストを打ち出していきたいと語っている d ィ e p a もまた グローーバルにに通用するるるアーティストになる可能性を秘めている彼らの若さとフレッシュさは世界中の若者たちに共感を呼び起こす力を持っているさらに戸ベのスタッフ増員の動きも見逃せない5月31日に転職求人サイトマイナビ転職でスタッフの求人募集を開始したことはトゥレーニーを本格的に育成するための準備であり 人員を増やすことで組織の強化を図っているのだろうこのように戸部は若い才能を見つけ出し育て上げることに全力を注いでいる D パルスのメンバーはまだ無名であるがその分だけ可能性は無限大だ彼らがどのように成長しどのような成果を上げていくのかその未来は未知数である滝沢氏の手腕に期待がかかる中 d パルスが世界に羽ばたく日もそう遠くはないかもしれない滝沢氏の戦略には過去の成功例や他のエンターテインメント業界の事例が参考にされていることが多い平成ジャンプの事例や大病院選挙の演出方法はその一例だしかし d パルスの場合はそれらと違い全くの無名からのスタートという点で新たな挑戦となる この挑戦が成功するか否かは、メンバーの努力と、それを支えるファンの応援、そして何よりも飛べの戦略にかかっている。覆面戦略が批判を浴びる一方で、それが話題性を生む手段として機能していることも事実だ。SNS での反応やファンの期待感は、グループの成長にとって重要な要素となる。さらに、グローバルな視野を持ち、 日本だけでなく海外での成功を視野に入れた活動が期待されている d e e p l のメンバーはまだ若くその若さが彼らの最大の武器となる多くの可能性を秘めた彼らがどのように成長しどのようなアーティストへと変貌していくのかその過程を見守ることはファンにとっても楽しみの一つでありエンターテインメント業界全体にとっても興味深い試みとなる 今後の活動において、d パルス s e は様々な挑戦を経験することになるだろう。彼らが直面する困難や成功、そして成長の物語は、多くの人々に感動を与えることになるだろう。滝沢氏の戦略と、戸辺のサポートがどのように彼らを導いていくのか、その一部始終を楽しみにしている。最後に、d パルスがグローバルに成功するためには何が必要か。 彼らののの未来はどのように開かかれていくのかこれからの彼らの活動に期待を寄せながらその答えを見つける日を楽しみにしているあなたはどう思いますか彼らの成長を見守る中でどのような変化が訪れるのか一緒に見届けていきましょう彼らの活動は東京有明アリーナで行われる三宅県や北山博光 そして、IMP の単独公演への出演から始まるこれらの公演は彼らにとって重要なステージであり多くの観客の前でパフォーマンスを披露する貴重な機会となるこのステージでどのようなパフォーマンスを見せるのかそれが彼らの今後のキャリアに大きな影響を与えることは間違いない d p u l s のメンバーはまだ若くその未来には無限の可能性が広がっている 彼らがどのように成長しどのようなアーティストに成長していくのかその過程は多くの人々にとって興味深いものだろう彼らが直面する挑戦とそれにどう対処していくのかその一つ一つが彼らの成長にとって重要なステップとなる滝沢氏が目指すのはグローバルに通用するアーティストを育てることだ日本国内だけでなく 世界中で愛されるアーティストへと成長するためにはさまざまなスキルや経験が必要となる言語の壁を越え多文化理解を深めることもその一つだ彼らがどのように世界とつながりどのようにして国際的な舞台で活躍するのかそれもまた一つの興味深いポイントだまた d ィ e p a が成功するためにはファンの存在も欠かせない ファンはアーティストにとって最大の支えであり、彼らの成長を共に見守る存在だ。ファンとの絆を深めるためには、SNS やライブイベントなどを通じて積極的にコミュニケーションを取ることが重要だ。ファンからのフィードバックを受け取り、それを成長の糧とすることで、より強い絆を築くことができるだろう。